皆さんこんにちは。今回は違う漢字探しです。たくさんの漢字の中に一つだけ違う漢字が紛れ込んでいるので20秒以内に探してください。それでは早速やってみましょう。1問目です。土という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここに武士の士という漢字がありました。見つけることができましたか。それでは次に行きましょう。2問目です。筆という漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょうか。終了です。答え合わせです。ここに心という漢字がありました。3問目です。煮るという漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここに意外の意という漢字がありましたね。これは見つけやすかったでしょうか。4問目です。危険の危という漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょうか。終了です。答え合わせです。ここに訳という漢字がありました。たくさんの文字の中から見つけ出すのは難しいですね。それでは次に行きましょう。5問目です。半という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここに剣という漢字がありました。向きも大きさも変わりましたね。制限時間内に見つけることができましたか。6問目です。刑という漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょうか。終了です。答え合わせです。ここに漢という漢字がありました。7問目です。幾という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか。終了です。答え合わせです。ここにもうという漢字がありましたね。8問目です。捨てるという漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょう。
終了です。答え合わせです。ここに、拾うという漢字がありました。とてもよく似ている漢字で書き間違いも多いそうですよ。9問目です。円という漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここに、丁という漢字がありました。10問目です。いただくという漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここに、こうという漢字がありました。これもよく似ている漢字でしたね。11問目です。狭いという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか？終了です。答え合わせです。ここに、挟むという漢字がありました。狭いは獣編、挟むは手編ですね。12問目です。祝うという漢字が並んでいます。違う漢字はどこでしょう？終了です。答え合わせです。ここに、呪文の呪という漢字がありました。呪文は口で唱えるので口編ですね。13問目です。滅という漢字です。違う漢字はどこにあるでしょう？終了です。答え合わせです。ここに、減るという漢字がありましたよ。14問目です。りという漢字が並んでいます。違う漢字はどこにあるでしょうか？終了です。答え合わせです。ここに、埋めるという漢字がありました。最終問題です。たいという漢字です。違う漢字はどこにあるでしょうか？終了です。答え合わせです。ここに、くまという漢字がありました。たいという漢字に、との送り仮名をつけると、わざとと読みますよ。知っていましたか？最後におまけの問題です。10秒で違う漢字を探してみてください。終了です。見つけることができましたか？これは以前の動画で紹介した問題です。概要欄に URL を記載していますので、答えをチェックしてくださいね。
最後までご視聴ありがとうございました。漢字探しのこの動画は知の種のホームページで無料のノートレプリントとして配布しています。ホームページもチェックしてくださいね。コメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。